平野紫仕様、ルイ・ヴィトンのショーで世界的アイコンとの豪華な2ショット。グレイテスト・オブ・オール・タイム。ファッションの頂点で輝く平野仕様の新たなはじめふ。ファッション界の最先端を行く、ナンバー・アイ、ナンバー・アイのアンバサダーである平野仕様が、驚きと感動の瞬間をファンと共有しました。彼のインスタグラムが、世界的音楽プロデューサー。 歌手、ファッションデザイナーであるファレル・ウィリアムスとの2ショット写真で賑わっています。この記事では、ヒラの仕様のルイ・ヴィトンのショーでの特別な瞬間と、それに寄せられた熱狂的なファンの反応を詳しく掘り下げていきます。ルイ・ヴィトンの舞台裏に立つヒラの仕様の輝き。ヒラの仕様は、ファッション界において新たなる高みを目指して歩みを進めています。彼は、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトン、 からの特別な招待を受け、2024年のプレフォールメンズファッションショーに香港で出席しました。その舞台裏で繰り広げられた特別な瞬間を、彼は自身のインスタグラムを通じてファンと共有しました。彼の投稿には、茶色の帽子に白のセットアップ、シャツ、緑のネクタイ、ハート型のサングラスでスタイリッシュに決めたファレル・ウィリアムスとの2ショットが映されています。 一方の平野様は、緑と黒の格子柄のセットアップ、白のインマー、そして黄色と茶色のバッグを手に、圧倒的な存在感を放っています。この贅沢な瞬間を共有する彼は、グレーテストオブオールタイム、サンク・ユー・アット・フェラル、とコメントし、その感謝の気持ちを綴っています。ルイ・ヴィトンとの特別な瞬間に込められた感謝の言葉。 平野の仕様は、ルイ・ヴィトンからの正体に感謝の意を示し、その特別な瞬間を共有するために、ファンとコミュニケーションをとっています。彼の投稿に寄せられたフォロワーたちのコメントには、ファレル様との2ショット、すごい素敵です。すごい、かっこよすぎる。これからますます世界に羽ばたいてね、紫輝くん、お疲れ様でした。 LV のセットアップやアクセサリー、バッグが素敵でした、といった熱狂的な声が寄せられています。彼のファッションセンスと世界的アイコンであるハレル・ウィリアムスとの共演がファンたちの期待を超える感動を生み出しました。特に、平野市洋とハレル・ウィリアムスのコラボレーションによるグレイテスト・オブ・オール・タイム。 という言葉はその瞬間の重要性と感動を的確に表現しています。ファッション界の新たな一石を投じた平野紫耀。平野紫耀は芸能界だけでなくファッション界でもその才能を開花させ新たな一石を投じています。彼がナンバー・アイのアンバサダーに抜擢されたことはその証明です。ファッションブランドの象徴であるルイ・ヴィトンからの正体は 彼がどれだけ注目を浴びているかのしと言えるでしょう。彼のスタイリッシュなルックスと確かなセンスはファッションのプロデューサーやデザイナーとのコラボレーションにおいても高く評価されています。香港の舞台裏で披露されたそのスタイルはまさに最高峰のファッションを象徴しています。彼のファンたちはその姿に魅了され、 彼がこれからもますます世界にその名を轟かせることを期待しています。ファンの熱狂、平野の仕様の魅力に心を奪われる。平野の仕様のファンたちは彼の新たなる冒険に興奮し、その魅力に心を奪われています。彼のインスタグラムに寄せられたコメントは、 その熱狂の現れであり、彼の存在がどれほど多くの人々に影響を与えているかを物語っています。く君ベリーベリースペシャルパーソンとの倒しショットピクック衝撃すぎます。わあああ簡単ふ。そうワンダフル、紫輝くん、ありがとう。いつも素敵な写真、といったコメントは、平野潮のファンたちが彼の新たなる挑戦や成功に共感し、 彼をサポートしていることを示しています。ファンたちは彼がこれからもさらなる飛躍を果たし、世界中でその輝きを放ち続けることを期待しています。結論、平野市要、ファッション界に新たなる歴史を刻む。平野市要がルイ・ヴィトンのショーでハレル・ウィリアムスとの2ショットを公開した瞬間は、彼のファンたちにとって忘れられない瞬間となりました。 そのスタイリッシュでセンセーショナルなルックスは彼がファッション界で新たなる歴史を刻む一瞬でした。ルイ・ヴィトンとのコラボレーションや世界的アイコンとの交流は平野仕様の才能と存在感を世界に示すものとなりました。彼のファッションへの情熱とその魅力は今後ますます注目を集め、ファッション界において一層の成功を収めることでしょう。 彼の未来がますます輝かしいものとなることを、ファン一同楽しみにしています。この記事では、平野志陽がルイ・ヴィトンのショーでハレル・ウィリアムスとの2ショットを披露した瞬間に焦点を当て、その背景や反応について解説しました。フレンドリーな口調で、読者に彼のファッション界での活躍とファンたちの熱狂を伝えることを意識しています。今日、